とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ボスラッシュ、やっていきます。前にも、ボスラッシュやったんだけども、今日やるボスラッシュは、11月後半にアップデートされたボスたち。まず、エルゼメキア、そして、ゾディアライア、で、サメキホジロウに、マゼラボルト。その4体を倒していきます。できればね、ラスボスまで行きたかったんだけども、ラスボスはまだ出しちゃダメなので、この4体をボスラッシュ、行ってみましょう。それでは今回のボスラッシュはブルームーンできてます。もちろん必殺技はブルーストリーム4つです。もう前も今もブルーストリームがとにかく強い。攻撃力、まあ必殺技のね、ダメージもそうだけども、これの一番の強みは、攻撃範囲、そして、再使用時間の短さ。もうそれに尽きるね。もう異様だもん。この自分の周りの範囲の広さが。で、再使用時間13秒って。この威力で13秒はもうほんと破格だよ。本当に。例えて言うと、グランドオーダーアースブレイク。あれ待ってる間に2回溜まるからね。この威力のやつが。まあ、ブルーストリームはちょっと、なんだろうな。調整を間違ったような必殺技だよね。でもまあそれだからこそ、いまだにね、ブルームーン使ってる人が多いんだろうけど、もうとにかく強い。魔法使い系だから、防御力が低いかと思いきや、そうでもないしね。防御力一番低いの誰だっけ？アースウォーカーか。アースウォーカーは結構防御力低いもんね。ブルームーン意外とね、防御力は普通ぐらいのキャラクターなんだよ。よし、もうちょっとで終わる。あ、飯食ってなかったな。普通に攻撃して1万ぐらいか。どんぐらいいくんだろう。あんま変わりやせんでしょ。いけ。あ、やっぱ結構変わるわ。結構威力は変わるね。わあ、危ねえ、プラズマ。プラズマを食らっちゃうとマジで死ぬからね。要注意。よっしゃ。終わります。終わらせる。はい。では、続いて。サメキホジロウくん。そして、マゼラボルト。行きましょう。サクッと倒しちゃうよ。ホジロウくん、行きましょう。ドジュラスじゃなかったね。さすがに2連続は出ないか。この1個前のね、撮影の時、ドジュラス出たのよ。でもあれ、本当に、10回に1回ぐらいだもんね。超レアキャラなんで。そうでしょう。弱っ！いやいや、俺が強すぎるのか。めちゃくちゃ弱いぞ。こんなもんだったっけ？こんなもんか。まあ、特にいいやつは何も出てないね。では、最後のマゼラボルト、行ってきまーす。では、最後マゼラボルト、行きます。ちょっとね、技の発動時間が長めなので、反撃を食らわないように注意していこう。まあ、食らったところで大丈夫なんだけどね。でも極力、食らっても大丈夫なようにやっていきましょう。あぶね。あああ、でも12？やばい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 。おぶねー。ちょっと戦いにくい。ブルムーンちょっと戦いにくいぞ。よし。ああ、若干戦いづらいな。よし。ちょっとスピリット上げていこう。
じゃあ、あ、でもそんなダメージ入らんな。いけ。オッケー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 。あ、ぶね。それ立ち上がりにね、そういうのを重ねられるとちょっとまずいんだな。いけ、イタリアン。よし、あと一発。あー、ちょっと遠かったか。遠目じゃね、2発しか入らないんだよね。終わりだ。うん、まあ若干戦いにくかったけども大丈夫だね。火力でゴリ押しができました。では今日はブルームーンでボスラッシュやってみたけどもこんな感じです。はい、それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや